やり抜くを育てるキッズコーチ、ミスターおかちです。突然ですけど、あなたに質問です。いい親って何ですか？幸せって何ですか？そもそも何のために勉強しないといけないんですか？そうです、今回ご紹介するおうち遊びは哲学対話。哲学は考えるおもちゃです。もう普段考えへんようなことをあーだこうだ頭の中で考えて、みんなと対話していく、そのプロセスの中で自分の頭で答えを導き出す力、相手に分かりやすく伝える力、そして相手の話を最後までじっくり聞く力が養われていきます。やり方は簡単です。子供がなんでやろうって思うところ、そこを出発点にお互いが質問を出し合いながら意見をしていくというものです。どんなことでも OK。 なんでダンゴムシはツンってついたら団子のように丸くなるのかなとか、なんで空は青いのかなとか、人間って偉いのかなとか、どんなもんでも OK なんです。でポイントは、哲学を始める前に正解は一つじゃないですよ、もう今答えを出さなくても考えてるだけでも100点だからね、そして意見は変わってもいいですよと伝えてあげると、自分の意見を安心して伝えられるようになります。そしておすすめの本がこちらです。はい、こちらはフランスの哲学者オスカー・ブルニフィエの子ども哲学シリーズです。こちらの本をお子さんと一緒に読んでいくだけで自然に哲学ができるようになります。ですのでこちらぜひご活用ください。はい、ということで、哲学をすれば子どもの考える力はぐんぐん高まる。おかっちはそう思う。